はい、こんにちは、黒さんです。今回はね、まあ普段使っているこの α7C に使いたいおすすめの望遠レンズ、望遠ズームレンズを購入したんで、そちらをね紹介していこうと思います。で、まあ、前回までね、あの白い長い望遠ズームレンズを使ってたんですけど、まあ、それを使ってって、まあ SEL100-400GM っていう F4.5 から5.6 までのレンズを使ってたんですけど、まあ、それと比較をしてね、まあ、新しいレンズのお話をしていこうかなと思います。はい、ということでダダンソニーの α7S3 で今撮ってるんですけど、それと一緒のタイミングで購入したものとなってます。はい、こちらです。着火。はい、タムロン 70-300F4.5 から6.3 の望遠ズームレンズとなってます。はい、ということで、まあ、このレンズをね購入して、まあ、まだ開けてないんですけど、今から開けていこうと思うんですけど、まあ、これをね紹介していこうかなと思ってます。はい、じゃあ開けていきましょうか。いやー、まずね箱自体がめっちゃ軽い箱からして軽いんでね、これは期待大ですね。まあいつも通り保証書関係を一旦避けておいて、はい。で、箱の中がね見えるかな、こんな感じとなってます。では開封。あ、めっちゃ軽い、めっちゃ軽い、すごっ。え、嘘やろ、マジで。はい、こちらとなってます。え、軽っ、ビビった、すごいな。はい、ということでね、まあ、新しいレンズを開けていきましょう。軽い、あ、ちっちゃい。ロックとかはない感じですね。こちらがフードとなってます。で、こっちがねレンズの本体ですね。で、うん、はい、こんな感じです。で、一応比較なんですけど、ソニーの 24mmF1.4 のレンズと比較すると、まあ、これぐらいのサイズ感となってます。いや、でも、ね、細いんですよ、やっぱり。で、一応このレンズの紹介なんですけど、フィルター径、このレンズのねフードのところのフィルターですね、フィルターのサイズが 67π となってます。 67mm ですね。で、この 24mm も 67mm なんで、一緒なフィルターがつけることができます。うん。で、重さが547g、間違えた、重さが 545g で、長さが 148mm、まあ、14.8cm となってます。で、絞りバネが7枚となってるんですけど、円形絞りということで、背景のボケが綺麗に出るように、丸ボケが綺麗にできるように設計をされたレンズとなってます。で、まあ、望遠ズームレンズなんで、こんな感じでね筒が伸びるタイプとなってます。やっぱりね軽い545g 軽い。で、前回まで使ってた100-400 の GM の望遠ズームレンズなんですけど、あちらが 1.23kg ぐらいあったのかな。なので、まあ、それと比較したら半分以下の重量となってます。ただ望遠器がね 100mm ほど下がってはしまうんですけど、 70mm からカバーできるんで、今使ってるレンズが2470の F2.8 っていうレンズを使ってるんですけど、まあ、それのね望遠側のカバーレンズという感じとなってます。で、 F 値っていうものがあるんですけど、明るさですね、レンズに取り込む光の量を決める F 値っていうのがあるんですけど、こちらが F4.5 から6.3 となってます。一番短い 70mm のところで 4.5 で、 300mm までの望遠にすると 6.3 が一番下の F 値となってます。で、望遠ズームレンズとかでもね、例えば70-200 の F2.8 だったり、70-300 の F4 透視のレンズっていうのがあるんですけど、まあね、望遠レンズ、僕が普段使ってるのはこういう
F 値の変わるレンズを使ってるんですけど、どうしてこういうレンズを使うかっていうところなんですけど、まあ金額がね、あの F4 投資だったり F2.8 投資だったりすると金額が高いのは、まあそれもそうなんですけど、望遠レンズを普段使ってみれば結構分かってくれると思うんですけど、開放の F4.5、6.3、 例えば F4 ですね、 F4 の使う場面ってそんなにありますかっていう話なんですよ。で、僕が普段撮影でね、望遠ズームレンズを使う時の撮影でよく使うのが F8 とか F11 まで絞り込んでもまだピントが浅いなって、被写界深度、奥行き感ですよ、奥までピントが合ってないな、ピントが浅いなって思うことが多いんですよね。なので無理に 2.8 の F 値、明るい F 値のレンズを買ったり F4 投資のレンズを買う必要もないんじゃないかなということで、僕は普段望遠ズームレンズに関しては F4.5、6.3 とかでね、 F 値が変わるレンズを選ぶようにしています。開放でね使う場面があんまりないかなという感じです。はい、ということでね、まあ今回はこのレンズを使って何枚か撮っていこうかなと思います。はい、で、まあ、まずつけていきましょうか。じゃあ α7C につけていきたいと思います。軽っ。あ、素材がね、触ったらちょっと指紋がつく感じの素材となっています。はい、こんな感じですね。あ、これは軽いわ、これは軽い。で、こっちのね単焦点レンズが、重さが 450g とかだったんかな、 400g ちょっとのレンズなんですよ。で、こっちが 540g なので 100g の差しかないんですよね。なので本当にやっぱりタムロのレンズって軽いって聞いてたんですけど、本当にめちゃくちゃ軽いです。まあ、ちょっと望遠側にするとねこんだけでかくなるんですけど、まあねこれぐらい軽かったら本当に指に引っ掛けて持てるぐらいの重さとなっています。わー軽い、これはいいぞ。よし、じゃあ撮っていこうと思うんですけど、望遠レンズの役割っていうか使い方、まあそんなに望遠レンズ使ってきてないんであんまり詳しいことは言えないんですけど、望遠レンズを使うときってまあ、遠いところを撮るっていうのはメインだと思うんですけど、まあ、それ以外にね圧縮効果って言って、手前のものと奥側のものがねこう近寄って見える作用があるんですよ。それを圧縮効果って言うんですけど、まあ、そういう圧縮効果があったり、あとね前ぼけ製造機として使えます。どういうことかっていうと、手前にね、手前にぼかしたいものを置いて奥側にねピントを当てたいものをこういう状況で狙うとして、この手前のものをぼかして背景のピントを合わせたいところにピントを合わせると、こっちがねぼけて奥側がピントが合うっていう前ぼけと後ろぼけっていうのを作れていくんですけど、そういうのを作りやすくなります。で、例えばねこういうものの時に、こういう撮影の時に、まあ、普通にここから撮るんじゃなくて、この例えばポールをね前ぼけとしてこっちから狙うと、一緒なサイズ感でも前ぼけを入れることができるんですよ。まあ、ちょっと一回やってみないと伝わらないかもしれないんでやってみようと思うんですけど、まあ、そんな感じでやっていこうと思います。はい、ということで、まあ、ちょっと試し撮りをねやっていきます。いやー、これは軽いぞ。はい、ではこのね望遠ズームレンズ、タムロンの70-300のレンズを使って撮影してみようと思うんですけど、望遠ズームレンズの使い方として、圧縮効果と遠いところを撮る、あと前ぼけを作りやすいというこの3つぐらいあるんですけど、まずは前ぼけを作りやすいというところをお伝えしようかなと思います。でね、 70mm と 300mm で撮ってみようと思うんですけど、まあ、1枚目は70と 300mm でF 値が変わるんで F6.3 に固定をして撮っていこうと思います。ではね、このレンズを被写体として撮っていこうと思います。で、 70mm と 300mm ですね。まずは 70mm で撮っていきます。なるべく一緒なサイズ感で撮りたいんですけど、ちょっとずれると思うんですいません。
はい、では1枚目をね撮ってみたんですけど、 70mm と 300mm ですねを使って撮影をしています。で、まあ、このね被写体を撮ったんですけど、だいたい、まあ、ちょっとずれてるんですけど、だいたい一緒なぐらいのサイズ感で撮ったんですけど、まあ、70mm で撮っても 300mm で撮っても一緒のサイズ感に自分が動けばできるんですよね。なので 70mm で単純に近寄って撮るか、それかまあ、ちょっとね変わった感じに撮りたければ、ちょっと下がって前ボケをね作れるものを探して撮ってみるっていうやり方が使えるかなと思います。で、ね、そういう遊び方っていうのもできるんで、まあ、300mm の望遠ズームレンズってすごいそういうところがあってかなり面白いです。100-400の望遠ズームレンズも写りに関してはかなり良くてですね、かなり満足してたんですけど、まあね、こういうね撮影の時にやっぱりね、あのバカでかいレンズをつけてるとかなり負担になるんですよ。重たいってなって、なのでこういう本当に軽いレンズの方が持ち運びがねしやすいです。カバンの中にポンと入れておいても全然このサイズ感だったら苦にならないかなという感じです。はい、であとね、こういうね小物物撮りとかって70mm とか 85mm とかのちょっと望遠側ですねを使った方が被写体のねサイズ感とか、あと形とかが綺麗に写ります。例えば 24mm の広角で撮っちゃうと、このレンズ自体がちょっと奥行き感が出てしまって伸びるんですよね、湾曲してしまうんで、まあ、こういう 70mm 付近で撮影するのがベストかなと思います。まあ、それもね、まあ、実際にやってみて 85mm がいいなとか 70mm でもいいなとか、あと 50mm でもいいかな、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、僕はこういう物撮りとかの場合は 70mm ぐらいで撮影をするようにしています。はい、ということで2枚目を撮っていきましょう。2枚目は、まあ、300mm でちょっとね、せっかくこういうね青空の元来てるんで望遠も使って撮影してみようと思います。ではちょっと移動します。はい、では2枚目を撮っていこうと思います。で、2枚目は普通に撮っていこうと思います。70mm 側と 300mm 側ですねを使って撮っていこうと思います。で、背景をね、あの海と家のあたりを狙ってね、まあ、適当に撮っていきます。なんせ軽い。はい、ということで今見てもらったのが 70mm と 300mm のね画角の違いということでお見せしました。うんめちゃくちゃ便利ですね。こういうね、あの旅行とかに出かける時も本当にレンズがかなり軽いんで持ち運びしやすいので、まあね、遠くのものを撮影する機会がありそうだなと思ったら、ぜひねこのレンズを持っていくのがおすすめじゃないかなと思います。で、大事なところ言い忘れてましたね。このレンズの金額なんですけど、金額がだいたい5万8000円でしたっけ、まあ、だいたい6万円いってなかったと思うんですよ。で、前使ったレンズが白色の望遠ズームレンズですね、あっちのレンズがだいたい26万円ぐらいが定価だったと思うんですよ。なので4分の1ぐらいの金額となってます。めちゃくちゃ安いですね。で、オートフォーカスが早いって書いてたんですけど、確かに早いです。で、音がですね、オートフォーカスの聞こえるかな、全然聞こえないんですよ音が。オートフォーカスのモーターって言うんですかね、ステッピングモーターでしたっけ、まあ、そのあたりのモーターが改良されたみたいで、本当に動画としても使えるレベルの静かさかなと思います。めちゃくちゃ静かです。なんでね、本当にやっぱり新しいレンズだけあっていいところだらけですね。で、このレンズなんですけど、まあ、ちょっとダメなところっていうより、まあ、割り切ったところっていうのがあるんですけど、
割り切ったところで言うと、この辺りのねボタンが まずないです。で、あとこの湾曲収差っていうのは結構出るらしいんですよ。このレンズ画面のね四隅が曲がったりとか、そういったところがあるんで、それをこのカメラ本体で湾曲収差とかそういう補正をねしてくださいよっていうレンズとなってます。もうそのあたり割り切ってね作ってるみたいです。もうそこまでこだわってるとこの金額で作れないし、重さもねガラスの内部のガラスが増えるらしいんで、重さも一段と重くなるということで、もうそのあたりは割り切って作ってます。でシグマのAPS サイズのレンズで 16mmF1.4 っていうレンズがあるんですけど、そっちもねそのあたりの湾曲とかそういったものをカメラ任せにして、レンズの明るさだったりそういったところを作ってますっていうレンズなんで、で、まあ、社外品のレンズってそういったところがあって、まあ、その代わり金額を抑えて、まあ、写りとかね明るさとかそういったところを選んでますよっていうレンズになってるのかなと思います。別にねカメラ任せで十分そういう補正しっかりしてくれるんで、まあ、十分かなと思ってます。はい、ということで、まあ、あとは圧縮効果ですかね。圧縮効果をお見せしたいんですけど、ちょっとお探します。はい、では圧縮効果っていうのを簡単にざっくりお見せしようと思います。ちなみに今見てもらってるのが24ミリの画角となっています。でね、このレンズを撮っていこうと思います。で70ミリの焦点距離と300ミリで背景をね海を入れて撮っていこうと思うんですけど、その海がどれぐらい手前に寄ってくるかっていうことをお見せしていこうかなと思います。じゃあまずは70ミリですね。70ミリを撮っていきます。はい、ということで、ね、今回はこのタムロンの 7300F4.5、6.3 のレンズを購入したんで、まあ、簡単にね紹介をさせてもらいました。でまた今後このレンズを使って写真だったり、まあ、望遠レンズの使い方っていうのを紹介したり、あと動画でもこのレンズを使ってねやっていこうと思ってます。でこのレンズをね購入しようかどうか悩んでる方も多いと思うんですよ。特にお子さんとか家庭があって子供を撮るっていう場面ですごい便利なレンズなんで、まあ結構悩んでる方も多いと思うんですよ。金額も安いんで。で、まあもしね、悩んで、ここどうですかとか、不満点ありますかとか、もしあれば、下のコメント欄にコメントいただけたら、またお答えしようと思うんで、よかったらコメントよろしくお願いします。で、またね、このチャンネル登録されてない方がいれば、ぜひ、下の登録ボタンよろしくお願いします。で、登録してくれてる方は、またよかったら何か、気になるなっていう動画あればぜひ見てもらえると嬉しいです。ということで今回はこれで以上となります。まあね、またこれ使って撮っていきます。めっちゃ軽いんでね、またどっか持っていきたいと思います。では。